はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミキトです。今回はですね、ちょっとリーチェのパーティーをいろいろと考えてみまして、ちょっとリーチェってね、7コンボ以上で攻撃力が上昇するっていう覚醒スキル、このコンボ強化が2つついてるんですよね。で、考えたんですけども、他のパーティーメンバーもそういうのをたくさん連れてこようって考えて、僕のデッキの中で結構いい感じに思ってるキャラクターを調べて探して、プラススキルもって考えたところ、まず、ユーナは確定かなって。私召喚師になれました。で、半減もしつつチャージをしてくれると。で、まあ最悪リーダーチェンジとかで変わった場合もユーナさんだったら火力が出せますと。はい。で、もう一人水属性なんですけども、ちょっとこの後説明するんですけど、バルキリーレインを入れております。水属性のバルキリーなんですけども、攻撃耐性水で、最短5ターンで発動できる。ただこれは使わずに、こっちのもう一つアシストで入れてる方の、ガネーシャのスキル。ガネーシャのスキルが、ドロップのロックを解除しつつ、1ターン内で受けるダメージを無効化というスキルがあるので、ちょっとこっちを使えるようにと思って、バルキリーレイン入れております。プラス、バルキリーレインじゃないとダメな理由がもう一つありますが、これは後ほど説明をいたします。で、はい、オーディンドラゴンですね。オーディンドラゴンは、まだこれ試作段階ですけども、入れてるってやつです。こっちじゃないね。こっち。高層型のオーディンドラゴンには、これがついてるんですよね。プラス、スキルで、回復もできたりするということで、この高層型のオーディンドラゴンを作って、入れたいなということで、もう先に入れております。はい。で、はい、こいつですね。エドワード・エルリック。エドワード自体にも、スキルにね、はい、覚醒スキルの方に、コンボ強化がついております。2つ。7コンボ以上で攻撃力が上がります。プラス、スキルですね。透過交換だ。これが、1ターン内で光属性の攻撃力が3倍ということで、リーチェ、今回僕持ってるの闇リーチェなんで、光属性ないですけども、真ん中のサブメンバーは全員が光属性を持っているということで、はい。このエドワード・エルリックのスキルを使ってもフィニッシャーになるかなと。はい。ということで、バルキリー・レインを入れてるわけですね。はい。といったところで、今回はちょっとまあ、お試しでディアゴルドス降臨やっていきたいと思います。まあ、お試しで倒されるディアゴルドスもちょっと溜まったもんじゃないと思いますが、はい。今回はディアゴルドス、このパーティーで攻略していきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。はい、やっていきましょう。ディアゴルドス自体がかなり昔の方の降臨なので、まあ、苦戦することはないと思うんですけども、火力とかそういうのをちょっと見たいなということで、ちょっとまあ苦戦しないであろうダンジョンを選ばせていただきました。これかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9。かなり火力が出るんですよね、もうこれで。アクアシールド、水属性の攻撃を吸収と。水属性は2人だけなんで、普通に水属性含めつつ攻略しても多分大丈夫だと思いますが。こんな感じかな。2,3,4,5,6,7,8 と。OK ですね。はい。まあ、7コンボ以上で、リーチ自体が火力が出るので、まあ、ただでさえ火力が出るプラス、みんな7コンボ、まあ、オーディンドラもまだですけども、7コンボのやつを持っているので、火力がさらに出ると、いった感じで、頑張ったんですけども、いかがでしょうか。僕なりのね、デッキ編成というか、パーティー編成なんですけども、おい、1,2,3,4,5,6,7,8,9 番出しと。エドワード・エルリック自体もリーダースキルで使えるから、結構いいんですよね。
ガイアブラキリオス。まあ大して悩まずに込んでいいかなとは思いますが、ディアゴルドス自体は本当昔のだから苦戦はしないんで待って、今のがフラグになりそうで怖いですね。苦戦はしないんで、3、4、5、6、7コンボはまあ操作時間が長いからポンポンいけるかなと思っているんですけども、今何フロア目ですかね。あ、5フロア目、次がボスですね。突進、あーそっか、こいつ出てくるんだ。別に死ぬとは思ってないけど、一応ね、可能であればエドワード・エルリックのスキルを使って攻略したいので、6コンボしかできてない。あ、7コンボできてましたね。 OK です。 OK、 これスキルのチャージも進んでいきますが、これは OK です。 OK、 ラストですね。ディアゴルドス、まあポポンといけるんですけども、まあそうですね、これ難しい降臨だったらもっと時間がかかると思うんで、普通にエドワード・エルリックも溜まってると思います。今回そのディアゴルドス自体がもうポン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 いける降臨だったのであれですがね、はい、やっていきましょうか。ほいほい、あれ7コンボしか、7コンボができてないですよ。これはテールスラッシュ、めんどくさいな、これはめんどくさい。スキルをチャージしたはいいもののといった感じかな。ほっ、1、2、3、4、5、6、7、うん、相変わらずコンボ力がねちょっと微妙な力でございます。はい、突破ですと。まあディアゴルドスはちょっとこれ透過交換だ、エドワード・エルリックのスキル使いませんでしたけど、まあ、まあ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 他の難しい攻撃だったら使えるんじゃないかなといったところで、いかがでしたでしょうか。まあちょっとそのあれなんですけどもね、はい、試作段階というか僕のパーティー編成だとこういう風になっちゃうかなという感じなんですけども、よければね、こんな感じのキャラクターを持っている場合はやってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。